その日は170号線で遠征してマクドナルドに来ました。マクドナルド外観藤井寺店ですね。河内山本駅をさつき橋、外観のスシローで170号線に入り、ここに着いたというわけです。ここら辺に来るのは珍しいですね。というか車で来れたのですね。そこの川を橋越えるのは珍しいですよね。たまに高速使って五条市や貝塚市には行ってるみたいだけど、下道で藤井寺市や羽曳野市は珍しいよね。帰りはこちらから帰るみたいね。同じルートからじゃなくて国分川に来たんだ。恩寺駅前に寄り道。駅前の本屋さんがお惣菜を販売始めたみたいなんだけど、主はマクドナルド食べてきちゃったにょん。主さんそうでしたね。だからってわけじゃないのですが、漫画雑誌を買ってましたよ。可愛い女の子が表紙のやつにょんね。可愛い女の子が表紙でしたね。でもグラビア雑誌とかじゃないんだからいいじゃないにょん。それは確かにそうですね。ここら辺は山登りの方がお休みの日は多い印象です。恩寺越えでしょ。主には一生無理だと思うにょんね。主は車で行っちゃうから。車は確かに便利ですよね。でも夜の峠道とかは危ないからやめてくださいね。何がとかは言わないけど、それはそうにょん。夜の峠越えは主さんやめてくださいにょん。でもまあこれだけ言っておいたら大丈夫でしょ。昨夜ちゃんそうだね。ここら辺大阪府道15号八尾茨城線みたい。起点大阪府八尾市恩寺中町国道170号交点。購入品を紹介して今回の動画は終わりにょん。皆様またね。